このの写真の月を見てください私たちは月が丸いものだと知っています。欠けているように見えても本当は丸いということを知っています。当たり前ですね。ですが私たち人間も欠けた月なんだと言ったらどうでしょうか。私は20年以上心理学を学び 今ででは大学で心理学を教えています。心理学を学ぶことで得られる最大の利益は何かそれは人間には見えていない部分があるということです。ちょうどこの月のように人を見る時私たちはまずその人の顔や見た目行動といった目に見えるものに注目します。その人がどんなことをしてきたか。 何ができる人かいうことに注目するわけです確かに何ができるかということはとても大事です私たちは何かをすることによって世界を変えていくことができるからですしかし私たちを行動だけで捉えていいんでしょうかもしそうだとすれば行動できない人には何の値打ちもないことになってしまいます 赤ちゃんは自分では何もすることができませんがだからといって価値がないわけではありませんね。見た目や行動というのはこの月で言えばちょうど光っている白い部分です。私たちは人を見た目で判断しがちですがその時に本当は見えていない部分があるということに気が付くことができるでしょうか。私は、 脳波や心拍数といった人間の生理反応を測定することで心について研究しています人間の生理反応を測定すると私たちの脳や心臓というのはいつでも動いているということがわかります私たちが努力したり意識したりしなくても体は生きているんですね環境に適応して生きています そのような側面について欠けた月を丸く見るというように見えない部分を見ようとするこのような分野のことを心理生理学というふうに言います人間の心体これはくっついているんですね地球上に生命が誕生してから40億年が経って言われていますその命の流れを受け継いで私たちは ここにいるわけです欠けた月を丸く見るというのが心理生理学の発想です私たちはいつでも人に対してその人の見えない部分を見ようとすることが大切だと思います。<music>